はい、おはよう。カオリンは昨日の夜からあまりに外に出たいというので、外生活に、外って言ってもね、ケージの外に、生活を変えました。お引っ越しまでもあまり日がないのですが、里親さんのじゃない保護主さんのところに、戻ってからまたしばらくケージ生活になると思うんですけれども、一度部屋の中の、でのケージ外でのね、生活を経験しておくのもまあ一つかなと思いますので、今日からはずっと外に、ケージが開きっぱなしということですね。でカオリンの場合はお腹が空いてご飯だよっていうとケージの2階に戻りますので、それはそれがいいかなと。そして、何よりもアンズちゃんが、自分が眠たくなった時に、ケージの3階のハンモックで寝るようになりました。これはとても好ましいことでですね、ちょっといきますよ。今はいないです。はこちらですね、アンヨが見えています。アンズちゃんの方もですね、同時期に、保護主さんの方に里帰りする、里帰りとかで戻るわけですが、このような状況でやっています。そしてジャン君は相変わらずということで、今度はジャン君とポンちゃんが、引っ越し後にですね、しばらくケージ内での生活になります。そこから、慣れてきたら、6畳一間だけが生活空間になります。そしてさらに慣れてきたら、2階部分、6畳二間部分ですねを、まあ行き来はできるようにするかなというところで、そこが生活空間今後のということになってきます。パラペコの時のカオリンの鳴き方です。はい、これもそうです。はい、どうぞ。はい、いかがね。お腹がすると、空いてると気が立ってしまうお子様です。女の子にはないか。うん、アンズちゃんこんなとこにいました。はい、ご飯ですよ。ご飯だよ。中で食べる。そこはもう…空中で食うのか。降りる、降りよっか。アンズちゃん、おいで。はい、どうする、どう行く。じゃあ置いてあげる。はい、ここね。はい、どうぞ。これどかしてあげる。はい、どうぞ。下です。下ですか、はい、あそこですか。はい、どうぞ。思い通りだね。やった。そしてポンちゃんはなんだか何かの上にですね、手や顎を乗せてくつろぐのがポンちゃんです。私のリップクリームとか入れてるやつになっていましたね。よいしょ、よいしょ、片付けないとね。そしてジャン君はいつものベッドで寝ていました。ジャン君どうぞ。おいしいね。ジャン君は上手に食べるね。おいしいおいしい。おいしいおいしい。おいしいおいしい。